かかれ。火器を水の底に沈めるのだ。はっ。曹操殿のもとには才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかしなぜ緑は弾薬を使わぬ。なんだこの音は。見せるな。来たか。牧羊や勝敗にはなかった濃い妖気を感じるわ。よからぬことが起きないといいけど。
全体が水に浸かってる。兄さんのいる場所は無事なのかしら。いや、うん、ひとたまりもないかも。気をつけなきゃ。せい、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 
何を。絶対聞かなきゃ。兄さんは確かに主を殺していた人を世を乱していた。でもそれは私の知っている兄さんじゃない。どうして変わってしまったのか。私は突き止めた。天中山で武術の修行に励んだわ。全ては私を守るために。本性は俺が守る。それが兄さんの口癖だった。口癖の通り、私はいつも兄さんを守ってきた。今度は私が兄さんを助けたい。兄さんは曹操軍に撃たれても仕方がない。でも今ならまだ兄さんを止められるかもしれない。お願い、私が力を借りられるのはあなただけなの。はい、ごめんなさい。私はもう罪でも何でもいい。あいつらを殺めるのに使えるものはねえか。
警戒が厳重ね。きっと兄さんは近いはず。Thank you.
ほどの難局に陥りながら、なぜ弾薬を使わぬ。俺はこの時を待っていた。弾薬の加工、何としてでもここで立つ。
戦乱の元凶を知った俺は宇吉討伐を決意した。相手は弾薬をばらまき妖魔を操る狂乱の同志。生きては帰れぬ。俺を育んでくれた里の者、そしてたった一人の肉親は巻き込めない。里を飛び出した俺は忠誠を装って董卓の元へ潜り込み宇吉の動向を探った。仮面の奥に真意を隠して弾薬を美羽へ運ばせ諸侯に広まるのは不正だものの、宇吉の行方は一向につかめず、焦った俺は賭けに出た。弾薬を奪い使わずにいれば宇吉は姿を現すはず。策は当たった。だが俺の力は奴に一歩及ばなかった。俺を倒した強者よ、宇吉を撃て。妖気の根を断つはお前に託す。呂布殿は貴殿を巻き込まぬよう苦心されていた。全てを背負い一人で戦っていた。